はい、アトラスラジオの時間がやってまいりました。皆さん元気に過ごしておりますか？まあね、もう3月もだいぶね、日程が過ぎまして、鼻が苦しい、目が苦しい、花粉症の季節になりましたけど、皆さんどうですかね。まあ、今年は お花見もちょっとできない感じなんで、残念ながら厳しいお花見になるんですが、皆さんね、力を合わせて頑張っていきましょう。今日はですね、新潟のあゆさんと電話がつながっております。あゆさん。はい。あ、どうもお世話になります。こちらこそよろしくお願いします。それで猫は、猫ちゃん元気ですか？めちゃめちゃ元気です。まだちっちゃいんでしたっけ？今5ヶ月ぐらいになって。ああ、はい。でもちょっと大きいみたいですね、体が。あ、筋肉質です。女の子でしたっけ？女の子です。ああ、でもやんちゃなんですよね。めちゃめちゃおてんばです。うん、セルフでおかわりしてます。ああ、そうなんですか。勝手におかわりするんですか？かわいい。餌箱を開けるんです。あ、自分だけで食べる。はい。ああ、そうか。じゃあもう勝手に飯食って勝手に大きくなるって感じですね。そうですね。もうどのくらい食べてるのかわかんないですね。あ、そんな感じなんですね。うん、3食あげてるんですけど、うん、気がついたらその容器を開けてるので。ああ。わかんないです。そうか。じゃあ頑張って餌代稼がないとダメですね。そうですね。それで今日は甥っ子さんの話をしてくれるということなんですが、はい、甥っ子さんっていうのは、ご兄弟の息子さん。はい、はい、そうです。お兄さんが何か。あ、弟になるんですが。弟の息子さん。はい、はい。息子さん、まあ甥っ子さんなんですけど、今何歳ですか。はいはい、今何歳ぐらい。11歳です。あ、まだ小学生ですか。5年生ですね。ああ、不思議なことを言うってのはどういうことを言うんですか。不思議なことっていうか、まあ面白い子なんですけど、うん、小人を見たよとか。小人を見たよなんて言うんですか。小さい頃ですね。うん、幼稚園ぐらいの時に、うん、僕は小人を見たよとか、あと、うん、まあ部屋で遊んでいるっていうか、相手をしてると、ええ、別の部屋に、ええ、自分がいるって、ええ、もう一人の自分がいる。まずじゃあ小人の話から行きましょうか。あ、はい。小人は、何歳ぐらいから話を聞いたんですか。それもやっぱり3、4歳ぐらいじゃないかなと思うんですね。僕は小人を見たことがある。はい。で、それは実家で見たって言ってるんですか。それもね、ちょっと定かではなくて、うん、で、うん、まあ最近ちょっとメールをするにあたって、うん、聞いたんですけど、まるっきり覚えてないっていうことで。覚えてない、ちっちゃい頃のことだから。ただ棚のあたりとかっていうので、うん、自分の部屋というか自分の家の方なのかもしれないんですけど、あ、にいたとか。いたとか言ってるんですか。そうですね、見たことあるよって。岐阜で町おこしをやってる時に、はい、藤崎女役をやっていたさっちゃんって女の子がいるんですけども。あ、はいはい、女の子と言ってももう40近いんですけどね。で、その女性がですね、まあ息子さんがいるんですけども、はい、まあ、彼とは何度も会ったことあるんですが、はい、小人を見たって言ってましたよね。
で、押し入れに住んでるんだと。で、押し入れに住んでるけど、ママとかお姉ちゃんには内緒だ。小人と遊んでることは内緒になってるんだっていうようなことを言ってたみたいですよ。なんか目撃談みたいな感じですぐ別の話に移ったので、私も深くその時の話は追いかけてないんですよね。ああ、そうなんだっていう感じで。で、小人を見たって言ってた後に他にどんな話をしてるんですか？さっきも言ったように、別の場所とか、部屋にもう一人の自分がいて、それを見てる。見てるっていうか、幽じ体ゃあです。ここにいるのは誰っていうと、まあちょっと名前伏せるんで、まあイニシャルで T だよって言って。T ってのは本人の名前ですか？本人、はい、本人が自分の名前のことを、まだ僕とかを呼び方をしない時に自分の名前で呼んでたので、まあ T だよっていう感じで。でももう2階の部屋にもう一人の別の T がいるのっていう感じで。別の T、別の自はい。分がいるんですか？別らしいです。それは自分が見たら自分だって分かるんですね。自分なんでしょうね。感覚的に自分のこう別人格なのか、もうそのどういった感覚で言ってるのかわからないんですけど、別の自分がいて、それで、じゃあ一緒に会うことはあるの？って言ったら、それはできないみたいなことを。一緒だにから、遊んだりはできないんだ、自分と。そうですね。だから、イマジナリーフレンドとかそういったものとはちょっと違うのかなって。はい。結構霊的なものを見ちゃう体質なんですかね。なんかこう面白いことを言う子でしたね。最近は11歳になったら言わなくなりました？不思議なことは。そうですね。あんまり今ちょうどなんていうか思春期みたいなのがあって。そうですね、難しい年頃ですよそうね。ですね。で、あんまりこう必要以上に喋らないので、もう幼稚園の時はもうめちゃめちゃ喋るし、物心ついた時から数字とか記号にもうハマってしまって、記号。記号、き、あの、アルファベット、まあ、あいうえお、ひらがな、数字で、特に数字にはまって、紙粘土をか、与えると、普通は何かこう、作るじゃないですか。車とかね、なんか男の子だったそう。ら。あの子の場合は数字とかアルファベットなんですよ。紙粘土で数字を作るんですか？ そうです。へで、自分でうまく作れないと思ってるのか、え。最初は私がアルファベットとかを作って、で、色を塗ってみたいな。だから単語帳とか、とにかく数字を1から100まで書いたものを見てすっごく喜んでるので、カレンダーの裏とかに数字を自分で書き始めて、今でも取ってあるんですけど、巻物で 1からずーっと書き続けてるのがあります。
その数字の羅列って何の意味もないんですかね。羅列っていうのは1から、例えば100から200っていう感じで、順番にとにかく書いていくんです。順番に書いていくんですか。で、それ、巻物になってるんですか。そう、巻物になってるので、もう何桁になってるかっていう感じです。変わった子ですね。もう数字のために当時やってた戦隊ものとかが好きで、戦数隊字がも書いてあるから、ちょうどね、特急じゃやってたんですよ。特急じゃ、電車の。あれ、数字が出てたので、ああ、そうなんですか。だったんですけど、それ以外はあんまりね、ついてなくて。じゃあ、特急ジャーにはまったのは数字があったからはまったってことなんですかね。多分そうですね。仮面ライダーも見てたんですけど、あと当時もう妖怪ウォッチだったので、妖怪妖怪ウォッウチォッブチームね。が、そうなんですか。その関連で小人とかお話があったのかな、やっぱり。なるほどね。じゃあ、あれですかね、人の霊を見れるとか、そういうことは全然言わなかったですか？そこに誰かいるとか、そういう変なことは言わないです。その一番私的には直接言われたのは、そのもう一人のキーがいるっていう。もう一人の僕がいるんだっていうことですそう、ね。僕がいるんだ。それ、で、遊んでるよとかって言って、ご一きょ、人で遊んでるのっ兄て。弟はいるんですか？兄弟は、9つぐらい離れて、下に姪がいるので、まだ赤ちゃんですか？その子は今おしゃべりですけど、あれですね。姪はまだ2歳ぐらいで。2歳ですね。今年3歳になります。なるほど。じゃあ、ちょっと、姪が成長するのが楽しみですね。そうですね。お様ですね。でも、甥っ子の直接聞いてない話で怖かったっていうか、幼稚園が終わるぐらいの時に、それまでずっとアパート暮らしだったんですけど、アパート暮らしでずっと、男の子ですから、あんまり暴れちゃダメとかって言って、制限があって、大変だったのか、ストレスもあったのかわからないんですけど、引っ越しをすることになって、小学校上がるぐらいの時に。で、一軒家っていうことで、私はこれは聞いた話になるんですけど、ちょっとその甥っ子の親の方から相談が、うちの母の方に持ちかけられて、で、T がちょっと変な気になる絵を描いたと。気になる絵を描いた。どんな絵ですか？で、家が燃えていて、その前に人が倒れているっていう絵だったそうなんですけど、で、実際そこに引っ越した家が、以前火事を出したお家だったらしくて、
ああ、そうなんですか。息あ子れ、さんは知ってる、甥っ子さんは知ってるんですかね、その話。いや全く、知らない。はい、のに書いちゃったんです、絵で、絵に。そうですね、引っ越しからすぐ書いたんですか。引っ越して間もなくだと思います。それおかしいで、ですなね。んでいきなり家事の絵も普通の子が描くっていうのであんまりない題材ですよね。ちょっと異常な絵ですよね、火事で そうです人が倒れてるって、ちょっと物騒な絵ですけど。ね。で、まあ、今は建て替えられて、ね、被害も、本当に私はそれにタッチしてないというか、詳細を聞いてないので、まあ、火事があったお家ということで、で、実はうちも、曽祖母ぐらいのあたりで火事を出してあ、るっそうなんてですいか。う話があって、ええ。で、火事っていうのにちょっと母も敏感になりまして、ああ、そうでしょうね。で、まあ本当に T が甥っ子が感受性のすごい強い子だったので心配して、で、全く火事のことは知らせてないんですね。物件の、まあ、決めることは親かして、で、まあ、相談っていうので家を、まあ、移りたいんだっていう相談は受けてたらしいんですけど、で、候補が2か所あって、そのうちの1か所になってっていうことで。子供にわざわざ火事のあったお家だよなんてって言わないですから。まあ、引っ越した想像、そんな話しないですからね、普通ね。情何報で的すにも全然入ってない時に、かね。しかも人が倒れている火事の絵っていうので結構衝撃的で。なんか夢かなんかで見たんですかね。謎めいてますね。突然ね、こう書いた。それで、知り合いの、霊能者に行ってお祓いをしたということですかまあね。そうですね。はい。母がお願いして、一応お家の方のお祓いはしたみたいです。はい。なるほど。で、あと一つ何か気になることがあるとか言ってましたけど、どういうことですか？気になるっていうか、先日、まあちょっと今年は大雪で、甥っ子のところに、まあそのお家ですね、引っ越しても10年になるお家に、たまたまいた時に、ちょうどお嫁さんの方のお母さんもいらしてて、2人で話をしてたんですけど、で、左隣は、お家があるんですけど、右隣というか、まあ、自分が座ってた位置的ですね、玄関を前にすると、右隣がちょっとこう、空き地というか公園になってるところで、それだと雪が積もって、人が通れば、いや、人が通れるような、まあ、そもそも状態じゃない積雪量なので、あれだったんですけど、そのお母さんとちょっとおしゃべりしていたら、いきなりこう、まあ、カーテンがかかってたのであれなんですけど、窓をコンコンってノックされたんですよ。で、もう状況的に怖くて、ただ、本当はっきりと2回コンコンって言って、で、お母さんもおっこって言って、なんだろうって
ていう感じで言ったんですけど、うん、あまりの怖さというか、うん、雪が落ちたとかそういうなんかこう物音じゃなくてはっきりとノックオンだったので、うん、怖くてカーテン開けないで、うん、そのままこう無視して、うん、あのアイムさん的に気のせい気のせいっていう感じで、あ、はい、ただその話を、うん、後から父が来て、うちの父が来て、うん、あのカーテンバッと開けたんですね。おう、そしたらもうどう見たってもう窓の外は、うん、あの掃き出し窓なんですけど、うん、どう見てもその誰かが来れるような足跡もないし、うん、もう積雪量ももう窓いっぱいになってるので、うん、あの何だったんだろうっていう感じで、おで、うん、父はちょっと感じるとか見えるっていう人なので、あ、お父さん、お母さんは見えない人でしたっけ、はい、お母さんは見えない人でお父さん見える人でしたっけ、ちょっとね感じるとか、うん、あの亡くなったワンコの気配とかモフモフした毛がとか亡くなった犬が来たとか、ああそういうことは言う父なので、はいはいはい、あとは率先してあの、うん、お化けの出るトンネルがあるから行こうとかってたまに昔ですけど連れて行かれたりああそういうの好きなお父さん、そうですね、オカルト嫌いじゃないんですけど、うん、なんか突然こう車を運転してても、うん、急にこうぐにゃっと曲がったりするので何とかって思うと、うん、今そこに人がいたからみたいな、当然ああいうさんには見えないんですよね、見えないです、うん、だからそれで父がちょっとこのうちっていうか、まああの誰もそこのうちの家族っていうか私の兄弟たちも言わないので、あのでもなんか物音とかあるんじゃないかねっていう話になって、あ、ただあのお嫁さんが、お嫁さんっていうと失礼な、ママって言えばいいのか、甥っ子の義理妹、親、はい、うん、そうですね、私の義理の妹になるんですが、はい、母が亡くなって病院から、うちの方に、まあうちには寄れなかったので、すぐ斎場の方に行ったんですけど、はい、あのそのぐらいの時間、まあ、あの休んでたんですね、真夜中になったので、はいはい、でそうした時に、うん、あの突然、誰かの声って言ったんですけど、うん、妹は、うん、あのうちの母とか、うん、あの誰かに似てるとかっていう感じのことは言わないで、誰かの声ではっきりと、うん、あのワンワンがいるねって、ワンワンがいるねって聞こえたんですか、はい、でそれが割とはっきりと大きい声だったらしくて、うん、妹さんはお母さんが亡くなった日の夜にそういうことがあった、そうですね、ちょっともう真夜中だったので、うん、うとうととして姪っ子を寝かせて、うん、もう寝はもう、まあ、完全に寝てたような状態で、はい、そしたら姪もそのワンワンという言葉で反応して、うん、え、ワンワンどこみたいな感じで飛び起きたらしいんですけど、あ、寝かかっていた姪っ子も飛び起きた、そうですね、ああそうですね、じゃ あの義理の妹の錯覚ではないということですね、そうですね、2人して聞いてるっていうので、うん、
で、まあ、めいっ子はあまりにも眠いので、うん、一瞬でパタンとすぐ寝たんだけど、うん、どうしても外じゃないし、うん、部屋の中で聞こえたよって言って。部屋っていうのは、それは弟さんの家ですか？そうですね。部屋の中で。はい。ワンワンって何ですかね？前飼って、昔飼ってた犬ですか？そこの妹というか、甥っ子のうちは、うん、猫しか飼ったことがないんですよね。あ、そうですか。うん。で、うん、ワンワンっていう言い方は、うん、自分たちもしないっていうふうに、その話を聞かせてくれた時にして、うん、だからお母さんかなって思ったんだけどって言って。お母さんはワンワンって言うんですか？目に対してならワンワンとか、うん、ニャーニャーとか、うん、やっぱり言うんじゃないかなっては思いましたけど。うん、そうですね。もし母なら、うん。うんうん、ひょっとしたら、ちょうど、うん、その日だったので。そうですね。孫に会いに行ったんじゃないですか、お母さんは。だと思うんですけどね。ねえ。だから、ワンワンがいるねって、昔実家で飼ってた犬の霊もついてきてたんですかね。そうかもしれないですね。うん、甥っ子は2代目のワンコは知ってるので、うん、小さい時一緒だったので。うん、うちの犬と猫がいた時知ってるので、うん、なるほどね。はい。もうその犬はもう亡くなってるんですよね。そうですね、うん、お母さんが亡くなる、何年前ぐらいに亡くなったんですか？2014年だったかなと思うんです、うん、ああ。うん、じゃあお母さん迎えに来たんですかね。そうなんですかね。うん、その子も春先に亡くなってて、うん、で病院で亡くなってるので、うんうん、何度もこう病院を出ると具合が悪くなって、うん、最後は蘇生みたいな感じで、やったっていうふうに後で聞かされたので、それはやめてくれっていう感じで、もう蘇生とかしなくて、もう亡くなるんだったらもうその生かしやってくれと、ね、言ってたんですけど、うん、急変したらしくて、うん、でそこの獣医さんが、もうそんなこと言ってられないみたいな感じで、こう、うん、まあ、蘇生をしたっていう感じのことは聞いたんで、私はもう死に目に会えてないんで、うん。その子がお母さんを迎えに来てて、で、いやいや、ちょっとその前に孫の顔見てから行くわっていうふうに、お母さんが寄ってった。そうかもしれないですね。なんか不可解ですね、なんかね。ちょっとそうなんですよ。母の声でワンワンがいるよ、うん、みたいな感じで、うん、聞こえたんですよって言うんだったら、うん、ああ、母が来たんだなっていうのなんですけど、うんうん、まあ、母の声とははっきりとこう、認識しなかったっていうことは、うん、妹は言ってたので。なるほどね。お母さんも、はい、お母さん亡くなって1周期ぐらいでしたっけ？明日で7ヶ月になります。あ、7ヶ月ですか。はい。じゃあ、なんか夢枕に出たりしますか、お母さんは？夢に出るのは普通の母なんです、うん、なるほど。だから私、夢は一つは、うん、違う世界軸っていうか、パラレルワールドだと思ってて、はいはいはい、母が生きてる
そういう世界線、時間軸、時間軸ね、だから亡くなってすぐですけど、ずっと母の夢見るんですけど、はい、生きてるんですよ。あ、何の変わりもなく、ただ病気であるっていうことが、あの前提の世界もあって、でまあ夢ですからちょっとあの辻褄の合わない部分もあるんですけど、病気の母を連れて、まあドライブというか、して、で帰れないほど遠いところにちょっと行ったから、急遽民宿みたいなところで泊まることになってみたいな、夢のまあストーリーはそんななんですけど、あの料理が運ばれてきて夕食の、でなんか女の人がこう料理を運んできてくれるんだけど、父が一生懸命母の前に小鉢だとかお皿を、ほら食べろ食べろって言って母の前に並べるんですね、それでちょっと印象的だったのが、見た感じだと蓮の花によく似たっていう感じの、でもそれで和菓子みたいな感じの生菓子ありますよね、そういう感じのなんだけど、私は蓮の花のお料理なんて珍しいっていう感じで受け取ってるんですけど、実際の蓮の花とは全然違うんですよね、ただ蓮の花っていう感じで、そんな料理が運ばれてきたのがとても綺麗なお料理で、それがすごく印象深くて、で父親がせっせとこう母親に、食べろ食べろって言って、それはもう生きてる時からそうで、で母が何かを食べたのか、しみじみと美味しいって、一言何かを食べて言ったのが、とっても印象的で、なんか食べたいものが食べれたのかなと思って。じゃあ、夢の中に出てきてなんか警告みたいなことをやるわけではなくて、あくまで生きている世界線みたいなものを見ちゃうってことですね。そうですね、はい、好きですね、生きてます。不思議なんですが、不思議ですね。亡くなって、亡くなった状態で母が、あんたこうよとか、いつまでも泣いてらんじゃねえよみたいな、いう感じではないんですよね。なるほど。この間なんて、起きてからなんか苦笑いしたんですけど、父の運転の仕方が、ちょっとまあ年も重ねてきたので、ちょっと荒っぽい時があるよねみたいな話を夢の中で2人でしてて、しみじみと、ちょっと急ブレーキ踏んだりすることが増えたよねとか言って、そうやんだってなんて言って、本当にねとかっていう、母と、口説き合ってるっていうか、ちょっと愚痴を言い合ってるっていう夢を見まして、なるほど、だから私の中でというか、私の夢の中では生きてる世界線で出てきます。お母さんずっと夢の中ではずっと生きてることなんですね。生きてるみたいに出てきます。なるほど、深いだな。まあ、
その夢の世界を強く強く夢の中でリアルに願っているとそっちの世界線に行けちゃうんですよね。だからよく異世界にテレポートする人っていうのは夢の中でその世界に行きたいって強く願うと夢の中が明晰夢みたいに感じるようになって、しまいにはそっちの世界の方に固定されちゃうらしいですよ。そうなんですか。だから現実と夢の中の世界の違いっていうのはあやふやなものだという解釈もありますよね。なんか私は本当にただの夢、日常の生活から影響される感情的なものとか出来事で起こる夢とは別にパラレルワールド的な世界につながるのが夢だと昔から思ってて、そうでしょうね。そうでないとなんかこうどうしても行きたい街とかあるんですよね、私が。なるほど。で、とんでもないこう旅行じゃないんだけど、全然地理的にも合わないんだ、辻褄が合わないような世界の夢を見たりするので、なるほどね。それはパラレルワールドだなと思ってるんですけど。なるほど。いや、今日はありがとうございました。いえ、なんかいろんな話になってしまってすみません。またアトラスラジオ応援してくださいね。はい、もちろんです、本当に。まあ、甥っ子もまね、た面白いようなことがあれば、すぐ投稿してくださいね。じゃあ、本日はありがとうございます。こちらこそありがとうございました。あゆさんでした。あゆさん、お母さんを昨年亡くされまして、大変心痛な思いをしたらしいんですが、そのお母さんがまだ夢の中で生きてるような気がするという話はですね、非常に印象深いものでした。私、夢の中で僕らが経験する世界というのはパラレルワールドなんでしょうか。で、またその世界にの方が現実となって、我々の世界が夢になる、そういうことがあるんでしょうか。胡蝶の夢という言葉があります。蝶になって飛んでる自分が本当の自分で、夢の蝶の夢を見てる自分が嘘の自分ではないか。そんな風に思えてきますね。果たして本当の真実というのはどちらにあるんでしょうか。不思議の世界でまたお会いしましょう。オカルトはエンタメだ。エンターテインメントはオカルトだ。チャンネル登録よろしくお願いします。不思議体験をした方は、メールください。tokushima5566、@yahoo.co.jp。徳島5566@yahoo.co.jp。お手紙も待っております。封書、はがき、待っております。船橋、新高根、6-27-2、山口敏太郎、タートルカンパニーまでお願いします。まあ、いろんなものを送っていただいてますけど、皆さん本当ありがとうございます。これからもぜひドリンクを中心に送ってください。これ以上太っちゃう可能性がありますので。それから、ノートを始めました。帝光心理学園の小説を書き始めております。第1章販売中です。ノートで199円で販売しております。予定では第7章までお届けする予定ですけども、7章で決着がつくのかどうか分かりませんが、帝光心理学園第
ロシアの超能力者部隊。この戦い、どうなるんでしょうか。上島森平、出口与二三郎、渋沢栄一、実在の人物が多数出てきます。皆さん、星天閣とその弟子たちの活躍にご期待ください。はい、第1章は道頓堀激闘編です。皆さん、ご購入お願いいたします。はい、サイバーアトランティア、ヤバスキル、過激な、超過激な世界の真実。YouTube で言えないようなことばっかり言ってます。YouTube だと何回バン食らうか分かんないようなことまで言ってます。メールマガジン山口敏太郎サイバーアトランティアをお呼びいただければ幸いです。山口敏太郎サイバーアトランティア検索すると出てきますので、皆さんぜひお願いします。はい、じゃあこの辺りにしましょうか。次週も次回も不思議の世界であなたをお待ちしております。オカルトはエンタメだ、エンターテインメントはオカルトだ。それではバイビー、バイチャー。